州ね、ここ2、3年で一番すごい量なんですよ。あのね、これ読み、高橋君ちょっと下読みするのに3時間ぐらいかかったっていう、そしてっていうぐらいね、ええ、うん、あの豊かが夜鍋してっていう感じですんで、今週は昭和の瓶ということで、折り鶴蘭さんから早速いただいてます。昭和の瓶といえばカルピスを思い出します。今プラスチックのボトルになりましたが、昔は茶色の瓶に入っていて、瓶は白地に青い水玉模様の紙に包まれていて高級感がありました。フルーツカルピスは今では年中売ってますが、私が子供の頃はそんじょそこらには売ってなくて、お中元でカルピスの詰め合わせをもらった時しか飲めない。それはそれは特別な飲み物でした。同い年ですからね、はい、フルーツという言葉がまずないわけよ日常に。そのフルーツがよくわからない。いやほら、ネクターは濃いってよく言ってたじゃん。ネクターは 薄めて飲む。それから、ね、あれ うちはね、はあ、なんかね、うん、昔からカルピスはね、うん、全種類うちにあったんです。あれはね、親父の職業柄だと思いますよ。 うちの親父はまあ、うん、教職にあったもんですからね、うん、割と来てたのよ。昔昭和は来てたのよ。でちょ待ってください。カルピス多いのよ。あのこの番組ジャンキーストリートじゃないんですけど、渡辺道彦さんが、第3スタジオに、入っておりまして、初めて呼んでもらいましたですね。いやいや、そうじゃないですよ。俺が骨折した時に出たじゃない。代打で出たっけ、覚えてないが楽しかったじゃないですか。そうか、ね、ということで、はい、改めてご紹介しましょう。渡辺道彦さんです。今日来てもらいました。瓶ということで、はい、ちょっと やってみますか。はいはいはい、ちょっと待ってくださいね、うん、これでも言った方がいいんじゃないですか、うん、あの瓶を使って、はい、演奏するの。これはあの風邪薬の瓶なんですよ。透明の瓶ですね。風邪薬が入ってるちょっと小型の瓶ですね。ちっちゃい瓶。ちょっと、はい、あなたのお名前なんてね。それはソロバン。あなたの飲まないなんていうの。はい、この瓶で、はい、これをどこに使うんですか、うん、これ僕はな、薬指、小指の人もいますよね。薬指に入れてこれでこうで、ギターの弦の上を滑らせるように、うん、あー、こういう音になるの。あのボトルネック奏法って言って、はいはいはい、ガラス瓶の首のところをね、ボディとそこをきれいにこう、うん、まあ蹴って、まあ取り外すというか切ってね、切るのね、うん、昔なんかアンプルってあったじゃん、あれでポキッと折ってたじゃん、うん、してますよ、うん、南天音さんですね、うん、何かの栄養剤だったか今でいうサプリみたいなものだったと思うんですけど、小さな茶色のガラス製で真ん中より少し上の部分にくびれがあって、それポキッと折るってやつね、うん、くびれっていいよね、くびれくびれっていいよね。じゃあそのボトルネック奏法ちょっと道よくにちょっと弾いてもらいましょう、はい、だって、はい、あの角人さんも、あ、山根さんも、僕は伴奏だけで、あ、ではお願いします。いやー、なんかみたいなね、みたいな、みたいな、なんちゃってですね。かっこいい、この二人ちょっとずるいな。この時間があったらこの後にこう歌とかが入るっていう、アドリブでよしこが、うん、やめなさいやめなさい。今二人は、うんうん、はい、もうせーのでドンでやってたんですよ。なんかその原曲みたいな、あのね、ブルースの3コードのセッションってね、大体小節の数決めてやるんですよ ね、3コード決まってるんです。法則がね、うん、全然バラバラだったんだけど、はい、シカゴブルースっていうのが出た時に、うん、そういうクラブとかお酒飲むとこでセッションになるから、はあ、もうそこでとりあえず12小節に決めようということになったの、うん、それで音楽番組になっちゃった。いや、ジャンキーストリートです、ね、でも、うん、珍しいね。なんかでもね、この瓶で弦をこうフレットのようにね、滑らすっていうのは、はい、なかなか味があるんですね、はい、これを金属にして膝の上に置くと、うん、ハワイアンとかになるのね。ハワイアンとかはそういうペダルスチールとかカントリーミュージックとかっていうのになっちゃうんですね。へー、うん、あ、なんか周防大島感が出てきましたね。周防大島感。
ということで、うん、今日は昭和の瓶ということで、はい、渡辺美千穂さんね、うん、来ていただいております。瓶、まあ、といえば俺ですね。何が、うん、どういう感じ。瓶といえば渡辺言われてますか。親が小さい時に瓶があったら届けるからっていうのがよく理解できなかったですね、うん、それはあのそうね、その瓶があったらっていう瓶って書くんだけどね、瓶瓶とか一生瓶を真っ暗にしてたっていう人もいますしねそれは伝説ですよね、そういうのは。よく眠れるという冷やいからね、まあね、まあ夏は寝やすいっていう、ね、さあ、まだお時間大丈夫ですか。もうちょっといいっす。結構ね、次の番組に呼ばれてんでしょ。次の番組呼ばれる、次の番組はレギュラーレギュラーですからね、うん、その時間の都合があるんですよ。じゃあもう時間が許す限り、うん、あ、始まるまで大丈夫だから、うん、まだ大丈夫ですか、まあ、いなくても多分分かんないと思いますそりゃね、相方は焦りますよ、まあいいかみたいな、はい、さあじゃあ、そのままいきますよ、あの、はい、昭和の瓶ね、あ、いいね、はい、まあ、あの美智子さんもね、はい、あのお付き合いいただきたいと思いますけども、はい、いつもね、あの僕が準備してる時にね、あの今日はあのゆうたさんなのなテーマ何、うん、必ず聞かなきゃ気が済まない、聞いて、あ、いいな、出たいなって言ってたんですけど、うん、でも出られないという話だったんですけど、ね、そうそう今日なんか、はい、ね、モザイク入ってるのこの辺に入ってるかもしれないそう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 、あの YouTube だと誰だか分かんないっていう、これ喋るとなんか馬のヒヒーンとかなると思いますさあ、道具さん馬の後ろ足だったんですよねやめなさいそれは